正直言うとね、コロナになっちゃったことで、この企画が、どうなんのかなっていうのがすごい心配だったんです。で、あ、ひょっとしたら最悪の場合、こうコロナ禍が終わった後に再開して残りを仕上げるのかなぐらいに思ってたんですけど、でも、そういう中でもスタッフのみんなが、頑張ってくれて、完成にまでこぎつけたっていうことで、まず第一にめっちゃ感動しました。うん、2時間弱の中にすごいこう、起承転結があるんです。そして自分たちが年を、年齢を重ねていって、今回のツアーはもう最後になるかもしれないねっていう話から、コロナ禍があって、その後最後にね、これからのことを一人ずつこう話すシーンがあって、そこでみんながすごくね前向きになってるのを見て、そこをやっぱり、どんな人でもどんな人生でも、やっぱり山あり谷ありだと思うんですよね。それは、僕は今度、もうこの映画が公開された頃には60歳になってるんですけど、まあ一生続くことだと改めて、思いました。だから、ジャムは少なくとも、まあ、自分より、若いファンの人が多いので、見てくれたら、なんかこう、メンバーも言ってましたけど、まあ、自分の生きるっていうことを、真剣に捉えていつも全力でなんか向かっていってほしいなと思いました。ゲットオーバージャムプロジェクトザムービー、ぜひ見てください。